UEFA 欧州選手権、UEFA ユーロ2 0 0 0 u e f a ユーロ2 0 0 0 UEFA ユーロ2 0 0 0は、第11回目の UEFA 欧州選手権である。本大会は、ベルギーとオランダの共催で2000年6月10日から、同年7月2日にかけて行われた。開催国である、ベルギー・オランダ及び予選を通過した14カ国で、争われた。 この大会では開催国の一つベルギーが一次リーグで敗退しワールドカップと欧州選手権で続いていた開催国は必ず一次リーグを突破するという伝統が初めて崩れたがもう一つの開催国であるオランダが準決勝まで残ったことにより欧州選手権開催国は必ず準決勝以上まで残るという伝統は過労して守られた グループステージから全体的にハイスコアの競り合いが多かったこと。準決勝のイタリア対オランダの試合ではオランダが PK 戦での3本も含め、計5本の PK を失敗。フランチェスコトッティが PK 戦でファンデルサールからチップキックでゴールを奪うなど、決勝戦の内容も合わせて記憶に残る名シーンや名勝負の多かった大会として語られることが多い。 決勝は互いに二度目の優勝を狙うフランスとイタリアが対戦した。後半10分にマルコデルベッキオのゴールでイタリアが先制しそのまま終わるかと思われたが、後半ロスタイムにシルバンビルトールが同点ゴールを決めて2大会連続で延長戦に突入。延長前半13分にフランスのダビド・トレゼゲがゴールデンゴールを決めて、 地元開催だった1984年大会以来16年ぶり2回目の優勝を果たし、1998FIFA ワールドカップとの2冠を達成した。ユーロ2000の本大会には、開催国であるベルギーとオランダ、及び予選を通過した14カ国が出場した。出場国は次の通り。グループ A グループ B グループ C グループ D 日時は、すべて現地時間。 チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2。ありがとうございます。